を狙う。ターゲットロックオン。え、何？え？ね、R3 って何？え？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回はファイナルファンタジー7のリメイクをやっていきます。ニューゲーム。は、これあれだな。え、なになになに？カメラの操作方法。R? スティックを操作するとカメラの動きを確認。あ、ほんとや。なにこれ？デフォルティータイプ。え、全然デフォルトでいいよね。はい。ゲームの難易度。メインメニューからゲーム開始後も変更。クラシック、イージー、ノーマル。クラシックでいいんじゃない？クラシックって何やっけ？まあいいや、クラシックで。なんか若干ボタン操作があれだな。×が丸だな。ちょっと意味わかるかな。×が、なんかちょっとイエス的な。うわ、すげえ、絵が綺麗。スクエアエニックスプレゼンツ。めっちゃ広大な土地や。あれ果てとるけど。あれ果てとるけど。ちょっとね、私世界観がよく分かってないんやけど。え、なんかめちゃくちゃ建物？工事現場みたいな。なんかクレーンがあった。うわー、すげえ。え、すげえ。え、なにこれ。めちゃくちゃなんか、え、さっきの荒れ果てた土地は ?6 番出口って書いとった。え、なに？日本？日本なの？え、違うな、全然。うわ、すごい。え、すごい、絵が。やば。いや、私マジでさ、こういう絵柄のゲームをほぼやらんのよね。やば。いや、アプリゲームとかでさ、たまーに、あの、MMORPG とかでね、やったりとかはあるんやけど、でも圧倒的にあのデフォルトされた系の絵柄のね、ゲームをやるけん。うわー、すごいなー。え、なになになに ?5。なんかところどころに漢字があるんよね。なんなんやろ、いろんな種族が共生しとんかな。種族っていうか。国の人たち。種族は人間か、みんな。え、なに？宇宙かと思った、違う。路地裏？あ、この子わかるよ。エアリスじゃない？え、全然違っとったらどうしよう。え、多分そうよね。う、すごっ。え、なんかファイナルファンタジーイコール絵が綺麗みたいなイメージが昔から結構あるけど。ね、すごいね。何かに呼ばれた？なんか赤ずきんみたいやね。なんとなく。え、何？何かに追われてるの？そういうわけではない。あ、街中や。うい。へえ、拾えよ。うわ、最悪。商品を。ああいう人何かな？歩きスマホでもしよんかな？見ろよな。手踏んだらどうするつもりよね。すごいな、髪の毛。リアルなんかあれよね。めちゃくちゃ、え、1や、今度は。めちゃくちゃ未来的な、ねえ、すごい都市なんやけど、なんか全体的に機械的？色味がないね。なんか、全部。うわ、あ、でもなんかめちゃくちゃすごいけどさ、この丸の中に全部収まっ、え、いや、丸の外にもあるな。いや、丸の外、え？外は機械？え、わからん。あの、1とか2とか書いてるのは、なんかこの街の出入り口なんかな？え、違うな。え、わからん、もう。何もわからん。
電車、これ誰やっけ、クラウドやっけ、あ、なんかちょっと前にさ、あれじゃない、うん、あれ関係ないか、え、なに、マコリアクター、うわすごいな、そう、ちょっと前、え、これちょっと前になんか出たのちょっとよくわからんねえけど、一番くじみたいなにしよったよね、ファイナルファンタジー、これでってこと、これは仲間側かな、うわーいかつーい、え、敵よね、一緒になって走り出すかと、え、敵じゃなかった、味方、新入り、何かしらの集団なのね、ふんふん、チャプター1、一番マコーロ爆破作戦、うわー動く、え、何、止まれ、何者だ、ちょっと今走り出したところなんですけど、え、なんてなんて、クラウドの基本操作、クラウドで当たった戦う四角で剣による攻撃を行います、四角を長押しすると周囲の敵への範囲攻撃を放すことができます、え、私さ、あの、なんか×が丸みたいなこと言ったけどさ、これはあっとんかな、んっと、え、なに、オプションどれ、これか、四角、え、待って。クラシックモード。バトルの間設定をクラシックにすると、操作キャラクターも自動操作となり、適度に攻撃や回避、やったー適度に攻撃や回避を行うようになります。ATB ゲージが溜まった時の、バツコマンド選択のみに集中してバトルを進めることができます。ほうほうほう。操作を行えば、いつでも自分で操作できます。バトル難易度はイージーと同じです。ほう。ATB ゲージ、バツコマンド、なあ、よくわからん。はい。侵入者が、おとなしくしろ。あ、オートって取るね。消えろ。わあ。クラウドはレベル7になった。ねえ、レベルアップの時の音みたいなの流れんやん。え、何？前向きたいんだけど。え、この向きすごく嫌ない。あ、向けた。なるほどなるほど、右スティックで方向変えるんで、ね、びっくりした、あんな方向で進まんといかんのかと思った。で、あれやん、レベルアップの時の音楽が鳴らんねえけど、あの、てて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 てみたいなやつ、おい止まれああいうなんかさらっとした、さらっとしたレベルアップやだな、何、アクション、アクションタクティカルバトル。あ、それが ATB なんね。ふんふん。ATB ゲージ、時間経過や四角で敵を攻撃すると ATB ゲージが溜まっていきます。ATB ゲージは2段階まで溜めることができます。敵を攻撃して ATB ゲージを溜めてみましょう。OK。動くと撃つぞ。好きにしろ。どこにゲージが溜まった？この右下のやつ？ふんふん。ATB ゲージの使用、ATB コマンド。ATB ゲージを消費することで、アビリティ、魔法、アイテムなどのバトルコマンドを使うことができます。バツでコマンドを使ってみましょう。魔法ってさ、全員使えるん？そのなんか、魔法使いというか、あれか、ファイナルファンタジーは白魔導士と黒魔導士か。以外でも使える感じ？わからん。バツでコマンドを使ってみましょう。あ、間違えた。これで消える。え、待って、敵がおらんくなった。進むぞ。使用できる魔法がありませんって出とって左下え、ダメやん。フィールドでの情報確認、メインメニューとマップ、フィールドではメインメニューやマップから様々な情報を確認することができます。オプションがメインメニューを開きます。で、これがなんかでかいやつ、現在の目的や地図を確認できます。ほうほうほう。現在の目的や地図、え、ちょっと待って、見ようと思ったのに。特殊な移動、オートアクション、アイコンに近づく、あ、なに？あのアイコンか。なんか矢印、あ、あれね。ふんふん。のアイコンに近づくと自動でジャンプやくぐるなどの移動アクションを行います。自動？マジで？ありがた。じゃあぶつかっていくことはないんやね。これか？
マップではストーリーの現在の目的地や地図の確認ができます。あ、バツが OK はデフォルトなんよね。なるほど。ややこしいな。侵入路を進む。現在地からの位置確認する。いや、まあ大丈夫でしょう。知らんけど。え、マップってさ、この常に画面上には出といてくれん感じ？抵抗はやめろ。めっちゃめんどくさいやん。作戦通り。さすがっすね。めっちゃ喋るやん、逃げながらやのに。響いてない声。あ、こっちに任せるんすね。敵の攻撃をかわす。ガードと回避。敵の攻撃は R1、ふんふん、 R1 ガードか丸回避でかわしましょう。ガードに成功するとダメージが減るだけでなく ATB ゲージもたまります。これあれをね、自動でやってくれるって言ったよね。ダメージが減るだけでなく ATB ゲージ、あ、なるほどね。ふんふんふん、それもたまるんや。嫌でーす。丸、これが回避や。痛い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 。背中からめっちゃ撃たれてる。消えろ。コマンドは、あ、これコマンド。アビリティ、マジック、アイテム。マジックないって言ったっけ。あ、消した。当然の結果。もうやけんさ、あれやって、バツと丸反対なの分かりづらいって。普通に使おうと思って消したよ画面。お、何、宝箱を調べる。あ、この左側にあるやつかな。調べる、話しかける。三角で宝箱を開けたり人に話しかけたりすることができます。え、人に話しかけたりするのもあれなの？丸的なやつじゃないの？このここで言うところのバツ別なんや。またボタンホールドと表示されるときは長押しで反応します。ほうほうほう、ボタンをホールドしろってこと？これですね。は、あ、一応三角のボタンのマークが出てきてくれるんやね。やったらまだ、うんうん、ああいうのいろんなとこにある。あ、ある。あ、ジャンプとかするんかなって思ったら蹴散らしていくんや。なるほど。手榴弾よし。ね、みんなどこ行った？わあ、見て見てこれ。私たちが作るのは安心と信頼です。株式会社信頼建設。やっぱ漢字がいろんなとこにあるんよね。おお、何？フィールドで壊せるもの、信頼ボックス。あ、今まさに信頼株式会社みたいな見たよ。何信頼って。信頼ボックスを見つけたら四角で剣を振って壊しましょう。どれのこと？待って、どれ？あの、なんか漢字みたいなのが書いてる箱？ふんふん。箱の中からポーションなどのアイテムやマジックポイントを回復する魔鉱石でんかなが見つかることがあります。ふんふん、これっすね。あ、シーラって書いてる。え、何って言った？四角っつったっけ。あ、なるほど、そっか、四角で振るんすね。これ別にあれか。上に乗らんでも、あ、おったおった、みんな。これもじゃない？一個だけとかもあるんやね。あ、二個やったね。ちょっとマジ操作が慣れねえ。で、ソルジャーがなんだってこちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。いいね、キャラ。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。仕事の役割的にはなんだ、傭兵的な感じ。ちょっとめんどくさいやつ。このグループの話せるんかな。クラウドさん頼っていいっすよね。なんかすごい愛嬌ありますね、ウェッジ。どうせ俺は基本がなっちゅうね。すごいね。っていうか出場種目が違う。もういい、めちゃくちゃ喋るよんやけど。例えるなら、例えるな。でもめちゃくちゃ喋れるけどさ、文章にして出してくれんと。まあその辺がリアルなんか。リアルに生活しよって周りの人の話し声とかが聞こえてくる感覚ってことよね。すごいな。何によったかよくわからんけど、まあ雑談よね、ああいうなんかちゃんと文章にならんようなやつは。面白いね、そういうところまでリアルなんや。てかこれって何の舞台な？金目当てならここまで来ないっすよね。
クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。星の未来すげえなんかでかいね、規模が。この国とかこの町とか、町がちょっと小さすぎるかこの国とかじゃないんよね。すげえムキムキ。高い金払うんだ、がっかりさせんじゃねえぞ。やっぱなんか雇われ傭兵的な感じなんやな。みんな先に行かしてここが戦いよるもんね。おとり役というか。何あれ、めっちゃ煙、煙突じゃないよねマッコーロに侵入オートセーブなんやね。え、あれかな、手動セーブもあるんかな。おお、びっくり。特定の敵を狙う、ターゲットロックオン。え、何、え、ね、R3 って何、え、 R3 って何、3つ目のスティックとかないけど。ターゲットをロックオンすると特定の敵を狙いやすくなります。ロックオンのオンオフ、ターゲット切り替え、え、なんだろう、これ、これか、わからんて、わからんけん、もう勝手に戦ってくれ勝手に戦ってくれ。え、あれ何、なんか、え、え、何それ、キモ、なんなんそのよくわからんところから尻尾みたいなの生えとるやつ。普通に尻尾やと思って見よったら頭から生えとるやん。やだな。もう入っていける、あ、宝箱あるよ。あ、生きてた、全然やっつけてなかった。なんだかかわいそうな気はするけど、ごめんね。ガードハウンド、ガードするためのハウンドなんやね。多分ハウンドっていう種族なんやろう、知らんけど。エーテル見つけたぞ。何、誰、どこ、見つけないで、新たに来た。え、どこに、人間は。エーテルっていうのは回復薬かな。4年いや、マジで私ファイナルファンタジーをほぼ通ってきてないんですよね、マジで。いたー、なんかふらついてなかった君、こっちが蹴りかかる前に。ん、もう何もない、じゃあ行きまーす。え、味方か。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。了解、バレットたちに続け。あ、動かすんね。私ずっとさ、小さい頃から割とドラクエばっかりでさ、でも父親がファイナルファンタジーしよるのを隣では見よったけん。 あとなんか私、え、何、何の音、これ壊すやつや。あ、もしかして向こうでなんか進んでます。うい、こっちだ。ちょっとこっちが他のことしよる間にきっちり進んでいくんすね。いるぞいるぞ、任せたまだこっちに行くんじゃねえよってこと、まったく。うわー、キモいな、アップにならないでいただきたい。勝てる相手だ、頑張れ頑張れ。かかってこい。あ、そうそう、でね、なんていうの、メインのやつじゃなくてさ、ナンバリング的な。何、なんか爆発したんですけど、爆弾とかあった、その辺。ファイナルファンタジータクティクスとかはやりよったんよ、なんかその外伝的な終わったな。ちょっと本筋じゃない系。アプリゲームとかもね、なんかめっちゃ高校と光音気になるんですけど。そう、アプリゲームとかもちょっと前に終わったやつ、ちょっと名前が思い出せないんだがとかはやりよったし、やけんキャラクターの名前はね、なんかわかるやつもおるんよね。あと、いただきストリートのさ、お、いただきストリートのなんかドラクエとファイナルファンタジーのキャラクターが動かせるやつとか、
まあ、エアリスとかもその辺に出てきたよね。あ、仲間そこにいた。沈め。あとチョコボとモーグリ可愛いって思うやつ。どうってことない。ちょっと前にさ、あのローソンにファイナルファンタジーコラボのあのなんていうの、グラス付きのゼリーみたいなのあるやん。あのやつがあってめっちゃ欲しかったんやけど、高ってなって買えんかったんよね。あ、ホールドやった。はい、おしっぱね。あのチョコボのグラスとモーグリのグラス。え、なに、こっち。はいはい。これダッシュってどうやってやるん。特にできんのかな。あ、1番や1番。